山ゆり。山ゆりが花を咲かせていますよ。お立ち寄りください。今年も小学校へ暖かな電話が入る。学校の講堂前には男の子が鳩をかざし、女の子が山百合を抱く銅像が広島の方向に向かいすっくと立っている。山百合、学名を笹百合という。山里の爽やかな香り漂う淡いピンクの花、太田川の源流の町、秋太田町の町の花である。第二次世界大戦後、復興期の昭和26年、1951年に上戸の小学校の山百合訪問が始まった。被爆された人に少しでも元気になってほしい、その思いだけで近くの山々にちょうどたくさん咲いていた山百合を取って病院に届けた。その後、旧原爆病院重藤文夫病院長からの分厚い巻紙での手紙が届いた。明日をも知れぬ被爆した患者さんが涙を流して喜んだと。その感動の手紙が来たことから、毎年山百合を届けようと山百合訪問が始まった。入院患者の方々からのたくさんの霊状が届いた。私たちも一日も早く全開して、美しい山百合の花の咲いた谷間を思う存分駆け回ってみたいと思います。年に一度の山百合訪問が35回を数えた夏、かつて山百合を届けた子どもたちの次の世代が山百合を届けていた。上殿の平和教育は山百合の命とともに確実に伝え継がれていた。子や孫の代まで優しい心と平和の尊さを伝えたい。平和を祈る山百合の像を作る実行委員会が立ち上がり、山百合訪問35周年記念事業となった。今から70年前の8月6日、キノコ雲とともに広島からの灰や紙切れが落下したと伝えられるその場所に、被爆医師を台座に地域の優れた医師工たちの技により建立された。人々の真心を後世に伝えるために、時流れ、この町の山々にたくさんあった山百合はだんだんと少なくなり、山百合訪問の難しさが積み重ねられた。それでも平和を願う心の灯火を消さぬようにと、咲くまでに数年の時間のかかる難しい山百合の栽培も始まった。その毎日そのものを平和への活動なのだとする思いに変えて、山
ヤマユリが花を咲かせていますよ。今年もお立ち寄りください。また一本温かい電話が入る。男の子が鳩をかざし、女の子がヤマユリを抱く銅像が広島の方向に向かい、すっくと立っている。もう二度と戦争を起こさない。少女の胸のヤマユリがそう